シェリンさん、おはようございます。シェリンちゃんは朝のルーティン、日向ぼっこしてます。最近天気が悪かったので日向ぼっこできてませんでしたね。気持ちよさそうですね。寝そう。これは新しいラグが届きました。こんな感じで奥は黄色で、パープルとかグリーンとか、このボーダーもあったりとか、カスタムしてオーダーしてて届きましたね。えシェリちゃん、気持ちいい？ソファーじゃなくてこのラグで寝れるようになったよね、あなた。眠そう。あとね、このカーテンの長さが私長めだと思うんですけど、これはわざとです。ボリュームが出たいんですけど、ちょっとバランス難しくて、まあちょっと長めではあると思います。でもわざとです。シェリーちゃん、ちょっとソファー動かすよ。ここの間にちょっとサイズテープを入れますよ。じゃーん。ラグが可愛いんですけどね、ちょっとソファーを今置いちゃってるからあんまり見えないかも。この黄色のも入ってたりとか、こんな感じでチェリーも見てます。ちょこ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 かわいいね。こちらポンデリングといちごミルクスムージーです。ふるさと納税でさ、一気に5バッグぐらいさ届いてさ、で消費が追いついてなくて、ジュースにしました。ちょっと待って、狙わないでドーナツ。ポンデリングはなんか昨日さ、ドーナツさストーリーに上がってた人さ5人ぐらいいてさ、別にあのポンデリングってわけじゃなかったんだけど、昨日なんかドーナツみんな食べたくなる日っぽくてね、朝ごはん用に買ったんです。今日はいつもより早起きしていて、ちょっとやらなきゃいけないことがあるので、それを朝にしちゃいたくて、だからドーナツ食べたいと思います。これはいちごと牛乳と練乳少しと蜂蜜、あんまり甘くないいちごやって、蜂蜜も出しました。いただきます。ポンデリングは食べられないんだもん。いただきます。うん、うまっ。うん、花粉症がやばすぎて朝の顔がやばい。夜中に目こすったよなみたいな感じで、だからこれぐらいの距離がいいかもしれないですね。ドーナツはミスドやったらポンデリングかオールドファッション派です。今日はねお休みなので時間もあるので、朝からスムージーなんで飲んじゃって。せりちゃんも朝ごはんタイムです。せりちゃんのご飯はまあ日によってちょっと変えてます。この餌はすごく食いつきがいいです。ささみを茹でてあのトッピングしたり、野菜スープ作ったり、鹿肉を冷凍であの届くようにしているので、それを茹でてあげたりしてます。おいしい。せいちゃん降りる？佐藤くんどうする？お母ちゃん準備しますよ。はい、スキンケアは終わってる状態です。準備していきますが、今日は仕事がお休みなので、お肌もお休みの日にしたいので、すっぴんで過ごしたいと思います。なのであんまり準備することはないんですけど、なんかやっぱ最近花粉とかでさ痒かったりとか、まあ、定期的にお肌のお休みっていうのは作るようにしていて、なので今日はその日です。なんか肌とか、まあ、仕事とかお休みでも私はね、1日お家に引きこもってなんかもう外に出ないみたいな日はあんまりなくって、1ヶ月に1回2回ぐらいあるかなっていう感じで、基本的にお休みは外に出て友達と会ったり、こう人と会ったりしてなんかストレス発散をするっていう派なので、今日もそういう日です。でも日焼け止めだけは塗っておきたいので、日焼け止めは塗ります。日焼け止めはね、もう YouTube でも何回も紹介していて、これ何個目やろ、2個目3個目くらいのダルバのウォーターフルエッセンスサンクリームを使います。もうこれはもう大好き。こんな感じで色がつかないタイプです。これはね、保湿力が高いし肌なじみがいいから、メイクする日はもちろんなんですけど、こういうまあすっぴんの時とかナチュラルメイクの時とかにもおすすめです。中心から全体的に満面なく伸ばします。
伸びがねいいのでちょっとずつ伸ばしていきます。マジで日焼け止めはね年中必要だから、どこから焼けるかわからないし、なんか肌のトーンがヘルシーに焼ける感じはいいんですけど、日焼け止め UV 対策はねしっかりしておかないとシミになったりとかもするので、何年後かの自分のために年中メイクをしない日でも日焼け止めを塗ります。シュリちゃんなんか喋ってるわ。日焼け止めなんだけど日焼け止め感のない保湿クリームみたいな感じのテクスチャーとかと香りも好きなんですよね。ダルマのこの日焼け止めとあとトーンアップも使うんですけど、今日はメイクをしないのでこっちこれくらいかな、はい、わかるかな、肌に弾力が出る感じで、今日はすっぴんで過ごすのでこれで OK なんですけど、上からメイクをするっていう時でも肌なじみが良くてメイクの邪魔をしないし、あとはもうスキンケア感覚で使えるテクスチャーなので仕上がりが大好きで、じゃあまああとはリップぐらいなので一旦着替えたいと思います。春コーデをしたいけれども今日の気温はどうなんだ。もうねパウダーとかも何もしないので、これ今日13度だって、まあまあ昨日9度だったから昨日よりはあったかい感じだね。じゃあとりあえず着替えてきます。はい、準備ができました。今日はこんな感じで2人ともフーディーにしてちょっとしたリンクコーデにしてみました。じゃあ今からですね、ある人とブランチをするのでそこに行きたいと思います。行ってきますって、もう眠そう。行きますよ。シェリちゃんやったぜ、晴れてるぜって歩いてる。シェリ久しぶりの太陽はどうですか。なんか眠そうじゃない。はい、今日はおはようございます。おはようございます。私たちはフラレに振られここにやってきました、はい、全然到達しなかった行きたい場所に、ね、後で行こう。あとで行こう。一つ目は駐車場が全く空いてない、周辺の駐車場も空いていない、そして二つ目来たところはまさかのなんか臨時休業でした。なのでこちらでブランチしたいと思います。シリコン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 、もう前のめりだよ。多分視線の先にいるワンちゃんおとなしいけどちょっと気になるんでしょ。あなた気になるね。とりあえずご飯を食べます。食べます。見て3人ともフーディーだよ。本当だよね。本当だ。チェリーもじゃん。そうチェリーもチェリーもフーディーにしてそれに合わせて私はお揃いのやつも持ってるんだけど、あ、そうなんだ。今日はなんか空いてた方が良かったからジップにしちゃった、うん、みんなフーディみんなフーディやばい、2人の大好物のフランチフライです。共通して好きだよねポテトね。マジポテトあったら全部いつでも頼んじゃう。ね、頼んじゃう。いただきます。いただいてください。美味しいですか。やっぱ美味しい。やっぱ美味しい。シェリーちゃんは鼻が動い鼻が動いてますよ。シェリーの危ない。じゃーん、こちらはサルシッチャパスタです。絶対美味しい。もうシェリーは自分のものじゃないっていうなんか自覚があるようで、はい。あ、どうせ私食べれないから。はい、寝ときまーすって感じ。寝ときまーす。後でお散歩しよう。今夜散歩ね。うん、もう顎置いてない。あ、置いてた。かわいい。おやすみ。おやすみ。いただきます。サングラスを三脚のように使っているので。それでよくない？はい。最近葵ちゃんすっぴんの時に会ってる気がする。いやね、そうなんかね、友達と本当にオフの会う時はすっぴんが多い、ね、お肌をお休みさせている、ね、多分連日そんな感じする。そうだよね、そうだよね、うん、いただきます。うん、美味しいよね。わかる、わかる、染み渡る。うん、お肌お休みの日作ったりする？うん、たまに作るけど、もうこういう時だよね。うん、でもそんな濃くないじゃん普段から。メイクがね。あのね、アマグラナチュラルメイクじゃん普段から。アマグラの肌ね、私。お仕事休みで、うん、家にこもって、うん、なんかずっとしてる、なんかなんていうの、外に出ないみたいなのがなくて。うんうん、そうなんだ。そう、仕事は休みだけど誰か人と会うのに外に出て、うんうん、それかなんか。休日っていうか、うん、ストレス発散みたいな時が多いから、うん、ピラティスのさ行ってる時とかすっぴん、そうそうそう、すっぴん、あとエステとか行く時もすっぴんじゃん、うんうん、だからまあ、 日焼け止めはマストで、それ以外はもうお肌お休み、リップ、うん、ちゃちゃちゃぐらい。皆さん、葵ちゃんのファンの皆様、うん、皆さんも真似してください。ね、そんな感じで過ごすと、でもさ、呼吸させないとね、うん、
うん、UV ケアは、うん、日焼け止めと、うん、この帽子とサ、ね、ングラス、ね、あとまあどうにかなるじゃん、うん、帽子とサングラスかけたらさ、うんうんうん、なんかすごい気にしすぎるのもさ、うん、あれだけどさ、うんうんうん、それぐらいやって、うん、あと花粉症で今アイメイクをしてももう涙が止まらなくてね、花粉症ひどいってことですね。っていう日です。今日はいいです。美味しい。今日はこの後、今日オフなの？うん、オフ、うん、オフなの。いいね、うん、オフだけど予定は詰まってるって。いや、ほんとだよね、いつも。ほんとさ、マグロみたいだよね。止まれないんだよ。止まれない。止まれない。じっとできないです。何かしら。マグロです。予定を詰めてます。もう最近さ、隙間時間に合うもんね、お互いのね。うん、うん、あおいちゃんさ、時間の使い方うまいよね。ほんと？うん、詰めすぎて分かんなくなったけど、カレーがぎっしりだもん。ちゃんとさ、かぶんないじゃん、うん、なんていう、うまく作ってる。ほんと？うん、昨日さ、うん、エステだと思ってて、うん、あの朝、うんうん、で昼からでよく見たら10時半と13時半をめっちゃ見間違えてて、自分のせいなんだけど。そんなことあるんだ。うん、っていうとがたまにあります。葵ちゃんのミスあんま見たことない。ボケてた。ちょっと寒いかなと思ってこれの中に入れたら、あらあら、シリーが生まれました。お母さんの二重顎がやばいので下からアングルはやめてください。はい、おやすみ。あったかいね、シェリーね。うん、私もあったかい。眠さには勝てない。かわいすぎ。睡眠欲が一番好きだね、シェリーは。あの食欲よりも睡眠の方が好きだよね、あなた。大事と思ってるよね。芝生には入れないのでここまでです。ありがとう。シェイドもないよ。緑でもクンクンってたね、いなくなったら、ね、シェイドもないけどいい。寂しいよって。シェイドもないよ。水はあるよ。でもここにね、芝生に行けないんだよ。芝生にはワンちゃん行けませんでした。はい、ここのギリギリを、はい、シェリーここまで、そこまでここまでですよ、シェリーちゃん。青空と緑とコーヒーっていいね。これは2人ともオーツのラテです。えらいね、芝生入れなかった。なんか残念。残念です。これはちょっと芝生入れなかった。走り回れます。これ走るってやつじゃないんだ。乾杯。飲んじゃった。乾杯。やっぱ天気いいね。あの時間がゆっくり流れますわ。でも最近さ、何？暗くなるのが遅くなったね。確かに。夏に近づいてきて。気づいたらさ、春なんだけど。うん、早いですね、人生の流れって。はい、いろいろね、みんな時の流れが早いですから。はい、早いですね、本当ね、あっという間。1、2年は特に早いですね。特にね、一気に進んじゃうね。進んじゃうよ、だってさ、私さ、上京したの20歳でしょ。そのぐらいか。その上京して多分すぐに会ってるでしょ。そうだよね。だからさ、もう私はあの時さ、もう卵にしか見えなかったもんね。7年経ってさ、むきたての ゆで卵にしか見えなかったよ。もうあってもう今じゃもう鶏。え、本当？あの、煮卵ぐらいになってない？大丈夫？煮卵よ。いや、でもそう考えるとめっちゃ早いよね。うん、みんな自由にね。シェリーちゃんもこうして、あ、お揃い。あ、調整しよう。あ、リップつくじゃん。いいじゃん、なんかいいえ、なんかいいじゃん、いいえ。まるでさ、表参道青山にいないかのような。間違いない。シアグリーンにいる感じじゃねえよ。ちょっと今年は葵ちゃんとあの海外に旅行に行けたらなという話をしておりました。今その話してた。どこ行こうかって、うん、行きたいところ日数だけね、抑えれれば行けるから、ね。うん、あるんだけどね。食べて食べ逃げ。誰も取らないよそれ。シェリーの ASMR。 うわー、嬉しい。ちーちゃんはあのデリケートなんで、あのお手おかわりとかできるんですけど、できますもんね。あの布の上じゃないとできます、ね。何何それ何。あのちょっとザラザラしてる床のところで、あるんですね。はい、お苦手みたいです、ね。お上品で。ありがとうございます。ありがとうございます。ささみ食べて満足ですか？ありがとうございます。
ね、よかったね、よかったね。今日みんなに可愛いって言ってもらって、ねえ、よかったじゃん。行く人行く人に可愛いと褒められ、ね、自己肯定感上がります。爆上げ、イエ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 イ、爆上げ、イエイエイ。じゃあ、うん、歩きますか、シェリちゃん。そうだね、シェリ歩くよ。そのキワドラインを歩いて、偉い、はい、芝生は歩いてませんよ。太陽が出てるとやっぱあったかい。私おしゃれね、今日パーカー着ちゃってるか、パーカー着ちゃって寒がりだけど。はい、帰宅しました。せいちゃんただいまーって。楽しかったね。今日は久しぶりにお天気だったので、シェリーもお出かけした休日になりました。で、家帰ってきたので、とりあえず一回こう休憩して家のことをしたりしていきたいと思います。今回は2日間撮ろうと思っているので、1日目はこんな感じでした。じゃあまた明日、バイバーイ。シュッ、シェリーちゃんと朝遊びです。私はパック中、チャラリラリラ、チャラリラリラリラ。天気が悪い、今日一日雨やって最悪。昨日めっちゃ晴れてた。昨日お出かけしてよかったね。もうすっごい雨みたいだ今日は。もうすでに降っとって、天気もどんよりって感じ。まだ朝早い。とりあえずスキンケアやろう。せいちゃん、ちょっと待っといて。雨雨だるい、雨だるい、めっちゃ雨だるい。シェリちゃん、ブリブリ。ヤクルトさんとアールグレイのスコーン。スコーンめっちゃ好きやねんな。リッター島のスコーンが美味しいのはそうなんですけど、もうあんた寝るのはめんどくさいので、今飲みます。いただきます。うん、うん、スコーンと紅茶のお店で、キキ日比谷のなんか建物の近くに用事があって、行ってその時に買った。花粉症がやばすぎるって感じなんですけど、準備していきたいと思います。今日はもう一日雨予報で、夕方からまたひどくなるし、ああので化粧をして気分を上げていこう作戦でいきたいと思います。今も雨降っとんねんけどね。なんか雨降ると低気圧で頭痛くなるからさ、それだけ心配って感じなんですけど、はい、じゃあスキンケアは今終わっている状態なので、ベースからやっていきます。ベースはこちら、ダルバのトーンアップサンクリームを使っていきたいと思います。昨日はね、使ってたやつはこっちで、エッセンスサンクリームで、今日はこっちを使っていきたいと思います。この使い分けはマジで気分って感じなんですけど、トーンアップしたい日はこっちを使うかな、はい、で今日はメイクもするしこっちを使います。こんな感じでピンク色、こっちは色がないです。で、これも、2本目 ?3 本目ぐらいで、これはもうなくなったから新しくしたんですけれども、めっちゃ使ってます。YouTube でも何回も出てるから使ってるのをご存知だと思うんですけど、これはこんな感じでめっちゃ滑らかやねん。どっちのタイプも滑らかやねんけど、使いやすくて好きです。テクスチャーで大事じゃない、日焼け止めので。まあこれは下地にもなるので、これを中央からこういう感じで伸ばしていきます。どんな感じのメイクにしようかな。雨の日とかはさ、特にさ、血色感がさあんまり良くないというか、私は結構天候で顔色が左右されるタイプではあるので、こういう感じでトーンアップ日焼け止めで仕込んでいかないとね。こんな感じで自然にトーンアップしてくれます。で、これがSPF が50プラスの PA が4プラスなので、 UV ケアもできるし、これで完結するので時短にもなっておすすめです。仕上がりはこんな感じでツヤーって感じです。はい、じゃあいつも通りにメイクしていきたいと思います。服装何しよっかな、コーディネートを悩んでいる。
でも雨やからレインブーツ履きたいかな。まあとりあえずメイクしていきます。今から友達とランチをしてきます。今日のメイクはこんな感じ。アウターは寒いのでモコモコを着ております。はい、じゃあとりあえず松山さんに向かいます。今日は餃子を食べます。ラゲーライスと餃子。美味しそう。こっちが、定番のやつで、うん、こっちがあっさりな方です。じゃあ、いただきます。あれ、うん、あれ結構ある。うん、うん、うまいな。そのままでも美味しい、美味しい、うん。これはラゲーライス。いくらゲーでラゲーです。体質改善促してくれるらしいね。すごい、食べます。うん、うん、美味しい。うん、健康的な味がする。発覚な、うん、この後もまだ回ってるから。そうよ、今日は餃子とか中華を食べ比べというか、うん、お店をいろいろ回りたいと思います。うん、うん、でこれはラゲーライスのショーを2つ頼んで、ね、一個一個。雨が降っているので傘ですけど、私はヒョウ柄にパーコートとなんか強い感じなんですけど、今日は、雨だしテンション上げて美味しいもん食べてこうということで、今さっき行ったところは結構体に優しい系の中華料理屋さん、餃子屋さんみたいな、水餃子がメインのとこなんですけど、ここから3分ぐらいのところに多分最近できた新しめな中華料理屋さんがあるので、私たちはまた違う中華を食べたいと思います。餃子巡りもいいなって言ってたけど、なんか近場ではあんまなかったな。なかった。なんか点々としていたので、それは雨の日はちょっとできないということでまたしたいと思います。今日はまあずっと雨なので自分たちでテンションを上げていきたいと思います。食べたかった汁なし担々麺は夜だけでした。ガビーン。なので麻婆豆腐、海鮮あんかけ焼きそば。普通にこれがお昼ぐらい。どんだけ食べるんですか。じゃあいただきます。うん、うん、最高。大雨です。長靴やからいいけど、もうめちゃくちゃ降ってる。今は雨宿りしてタクシーを待っています。雨がやばすぎて大変です。大変です。寒いよな、めっちゃ。これでも寒い。めちゃくちゃ暖かい。暖かい、うん、普通にまっすぐ立ってカップル、カップルの身長差みたいな。昔っからデコボコやったけど、こんなあったっけ。ちょっと待って、デカだったかもしれない。でここがちょっと斜めっていうのも、まあ、まあ、言い訳としてあるんですけど、まあ、普通にしたらもう映らへんから。めっちゃしゃがんでくれてるって。足おかしいさっきだってさ、写真撮っとってさ、ここででこうやってやってくれとってさ、足限界になって撮ったらバリニョキーっておらんくなる。なら撮った。あー、身長さいいな。ちっちゃいな。羨ましいな。お互いにいいな。5センチぐらい欲しかったな。開けてあげたいもん。じゃあちょうど良かったんだ。ちょっとちっちゃくなるし、ちょっと大きくなるし。5センチってマジで意外とあるからね。165やから、それでも5センチ上げても。そうやな。だって5センチもらっても160センチ負けてるから。ちっちゃいから。ちょうどいい、それで。ちょうどいい、うん、じゃあ、雨宿りをしてタクシーが来たらカフェに行きたいと思います。このさ、カラメルがさ、やべー。いただきます。
ガツ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 。食べてしかない。今日やばくない？中華やばい。まだ2回行ってるのやばい。結構やばい。でまあまあまあ、まあ、そういう時に飾る。この苦いのがいい。めっちゃ雨、うん、今の時間帯が一番降るらしいから、うん、横殴りってか、うん、横殴りってかちょっとちょっと降ってか、たまにの雨は好きじゃないんだけど最近雨多すぎ、多いな、長靴でもこれ可愛いからいいやっぱ、うん、自分で気分を上げていこうっていう作戦で長靴買いました。これいいよ、傘も買って、うん、傘パクられまくり事件やったから、もうちゃんと自分って分かるやつでしょ。卵の時期顔描いてるすごいよな。すごない顔とか一切出してないので、しかもアイコンやばない。そうキャベツでワンワンシバテーブル、めっちゃ可愛い。ハマってんねんこれ、みんなやばすぎこれすごいな、ナッツ、うん、これも結構やばい、確かに、うん、見えるなんかニューヨークにおりそう、うん、見えるし。あのレインブーツ、オールブラックね、跳ねてもいいよ、うん、で寒いからもうそろそろあったかくなって、こんなファーなんて今しか着れないでしょうっていうことで、お似合いです。はい、ファーコートでーす。お似合いでございます。これはフードがなんと、はい、ありまして、セレブやん。私はなんか、かわいいよ、ゆっくりに行くのみたいな、バイバイ感じやけど、はい、こんな感じでちょっとパールとかちょっと綺麗だとか、傘かわいい傘、でも今日柄にパートとかマジで、うん、なんかいい感じ、爪も赤やしな、やっぱ赤のネイルってテンション上がります。かわいいです。で今日もありがとう。ありがとう、美味しかったです。美味しかったです。これから関東は大雨降る注意報みたいなのがなっております。やだやばい。はい、ということでもう雨がやばすぎるので行くところもないということで今日は解散したいと思います。美味しかったですね。お腹がいっぱいすぎてもう食べられへんし、ゴヤはそう、まあ、もう今夕方なんですけど夜ご飯食べれるんでしょうかっていう感じですけれども、はいはい、また遊びましょう。月一恒例会なんですけれども、来月また来月、はい、来月は晴れますように願っておいてください。ピクニックしよう、ピクニックしよう。で行きたかったお店閉まってたところ、リベンジとお家でご飯もしましょう。はい、ということで、今回は2日間の Vlog を撮ってみましたので、雨の音やばい。はい、ぜひ楽しんで見ていただけると嬉しいです。また2日とか3日とか Vlog まとめていただきたいと思います。バイバーイ。